Pinatu is one of the rising stars of the LJL. Pinatu gets one, but there goes Steel. He goes in with the Crested Guard. The damage is just obscene. And Pinatu in the backside is running them all over. This is a guy who was a professional Overwatch player until 2020. Decidió pasarse a League of Legends, donde ha llamado muchísimo la atención en el solo queue. しかし、デビューシーズンに優勝、さらにはワールズ出場というキナツのシンデレラストーリーは叶いませんでした。キナツ、今こそリベンジを果たす時だ。なんかめちゃくちゃ若いねって言われまくったんじゃない今年。そうですね。今18なんですけど、もうなんかずーっとデビューしてから、もう今までずっと若いねって言われてますね。そういったところで、まあ、あとはそうか、じゃあ LJL1 年戦って、まあ、どうでした ?1 年目の感触。まあ思ってたよりは良かったですね。一番最初は本当になんか最低限にならなければいいかなと思ってたんですよ。まあ、いざやってみると、まあ、自分というのはあれですけど、多分上から数えた方が早いくらいの実力にはなってると思うんです。なのでかなり良かったですね。まあでもやっぱり今年、まあ、1年戦ったけど、やっぱキナツクへの注目度ってすごい高まったと思うんだよね。新しく入った選手でしかもすごい活躍してて決勝戦まで行ってエビ君とも対戦しててソロキルしたっていうところもある。6 advantage is pretty big. Needs just to flick that flash away. The last auto will come through. And it's a solo kill for Kinatu in the top lane. で、まあ普通になんか1年目、1年目というか最初のなんか僕相手にもうちゃんとミスってくれるならなんか勝てそうだなみたいな。今は自信持って結構 LDL で通用できるって。In 2021 with Rascal Jester, he did take down Detonation Focus Me. DFM are falling down. They trade back on the team. How are they doing this? Aria, what the hell are you doing? Kinatu popped over the wall. DFM, you need to win this fight to save the game. But lost them again in the eventual finals. Kinatu 也失去了参加2021英雄联盟全球总决赛的资格。実際決勝戦でもエビさんと自分の差っていうのが試合全体に広がるようなことがあったんで、一言で言うと本当悔しさが残りました。1対1が課題かなというふうに思いますね。優勝を目指す上で僕の考えは、そこの決勝戦で感じたその単純 なんか力の差っていうのを埋めるために、この同じ環境でもう1年やってそこが埋まるのかなって考えて、いろいろ本当に考えた結果、新しい環境に身を置いてた方が、でもそもそもラスカル・ジェスターと契約をほぼほぼ更新しない。そうですね、そうですね。Ha sido muy difícil destronar al eterno rey. エビを超える新たな選手になるのではないかと期待が高まりました。エビ will find another at DFM. Prove why they are the best team in the LJL. まあなんちょっとなんか言いたくないんだけど、僕が若くて、エビ選手は失礼ですけど、結構年齢取られてるので、だんだん衰退していくと思うんですよね。いや、衰退して、分からないよ。そうですね。ゲームの年齢大体20前後が一番だというふうに言われているので、そこに近づくわけじゃないですか、僕は。で、反対に遠ざかっていくわけなので。Yeah, they want Kinatu gone. You need that back and forth. You need that level of competition to push the region even further. And this is a region that loves League of Legends and is developing incredibly quickly. 여기서끊임없이신인들이올라와줘야그래야위에서도계속끊임없이발전하면서더경쟁하면서발전도하고더나아갈수있는거니까요尽管 Kinatu 选手在上单位拥有极其亮眼的表现，但是他渴望一个联赛冠军来证明自己。間違いなく目標は優勝ですね。